平成26年度問題1、括弧1の問題です。債務の返済方法。次の2つを考えます。元利均等返済。これは返済額が毎回同額となるように返済する方法。もう1つは元金を均等に返済して、で、これプラス、利息を支払う元金均等返済。で、両方とも元金が同額で返済期間35年、年1回期末返済。で、金利が 2% の時。この日、それぞれ総額の日ですね。これに最も近いものを求めるといったような問題になっています。で、必要に応じてこの減価率を使うということですね。では、回答に参りましょう。まず、元金をこのように S と。いうふうに置いてあげて、返済年数を N というふうに置いてあげる。その時に元利均等償却。元利均等償却はこのように返済額は毎回同じ。ただ、最初のうちはまだ未返済額が多いために利息の割合が多いという形になっています。で、この時に、返済額の減価。これは元金と等しくなるように返済額 P を決定しますので、このような関係。今回、期末払いということなので、期末払いの年金減価、これをかけてあげるということです。それが S と等しくなるように P を決定する。すなわち、このように、元金 S を N 年確定年金減価率、これで割ったものというふうにして求めることができます。よって、返済総額というのは、この P を N 回かけるので、このような形で返済総額を求めることができます。続いて、元金均等償却です。これは元金が毎回等しくなるように、返済額を決めていく方法。そうすると、最初の方というのは未返済額が多いために利息も、返済する利息も多くなるわけです。では、ここで、計回目の返済額の利息に相当する部分。よって、これは計回目の返済前の未返済額というものを考える必要があります。このように、計回目の返済前の未返済額というのは、全部で K-1 回返済済みであるため、上というのが分子の部分が、未返済の回数、で分母が全体ということで、元金にかけたものが、これは未返済額となるわけです。で、それに対して、利率 I をかけている。よってこれが、次の返済の時に返すものとの利息分というふうになります。よって、計回目の返済額というのはこのように、元金部分というのは S、元金 S を N で割ったもの。で、これが利息部分ですね。で、S、これで共通しているので、これでくくり出してあげると。このようにしてあげます。そうすると、この方法の返済総額というのは、この式のシグマを取ってあげればいいと。K イコール1から N までの。そうすると、N 分の1を外に出してあげて。であとは、シグマの中を整理していって、分けていってあげて。そうすると、整理していくと、このような形になります。よって、両者の比。当然、これは元金 S で割ることができます。このような形になって。で、あとは、N イコール35。で、I イコール 2%。で、年金減価率。35年の期末払い年金減価率は問題でこのように与えられています。これらを代入して計算してあげると。そうすると、0.971374。よって、回答は C というふうに求まります。